海と走りまみれた心汚れなき地で洗ってくれた打たれ流れた主の血潮は私の世の光、世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。今週番組を担当する愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。19世紀末のこと、インドで歴史的発見がありました。一人のイギリス人が仏教の創始者であるお釈迦様の遺骨を発見したのです。やがてその遺骨は仏教国タイの王様に寄贈され、さらに日本にも分骨されました。名古屋市にある覚王山日体寺はその遺骨を安置するために建てられた日本でも唯一の宗派を超えて運営されるお寺なのだそうです。古来お釈迦様の遺骨は仏舎利と呼ばれ、信仰の対象とされてきました。それに対してイエス・キリストの遺骨はありません。なぜでしょう。
イエス様が十字架で死なれて3日目のことです。新約聖書マタイの福音書28章によれば、2人の女性がイエス様が葬られたお墓を訪ねます。すると大きな地震が起こり、神様からの使いが天から降りてきて女性たちに言います。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。イエス様はよみがえられたのです。生きている人を墓の中に探しても無駄です。遺体が納められていた場所は空でした。その後、よみがえられたイエス様はおよそ40日にわたり、何度か人々の前に姿を現され、天に昇って行かれました。ですから地球上にはイエス様の遺体も遺骨も存在しません。その意味でイエス様は遺体も遺骨もない死者となったと言えるでしょう。そのイエス様が天に昇られる際にこう約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はよみがえられ天に昇られました。同時にイエス様は目には見えなくとも信じる者といつも共にいてくださいます。イースターとはこのイエス様のよみがえりをお祝いする時です。マタイの福音書28章6節は言います。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。墓を空っぽにされたイエス様は今も生きて働いておられます。そして信じる者と共に歩んでくださいます。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。プロ野球28、大相撲69、女子レスリング189、これら3つの数字は何を意味するかお分かりになるでしょうか。これらはスポーツの各競技での個人連勝記録です。それぞれの記録を達成したのは楽天イーグルスの田中将大投手、昭和の名横綱双葉山関、そして国民栄誉賞に輝く伊調馨選手です。スポーツではありませんが、人類の歴史にははるかに勝る連勝記録を誇った最強王者がいました。全人類に戦いを挑み続け、連戦連勝をしてきた絶対王者がいました。その王者の名前は死、つまり死ぬことです。死は全ての人に勝利してきました。人類最強と言われた英雄や戦士も、不老不死を願った皇帝や王様をも、死はいとも簡単に飲み尽くしてきました。しかし、その連勝記録が途絶える日がやってきました。それがイースターです。イエス・キリストは私たちの罪を代わりに担い、十字架にかかり死んでくださいました。それによって神を離れ歩んできた私たちに罪の許しが与えられました。さらにその3日目に死からよみがえられ、信じる者に永遠の命を与えられたのです。イエス様をよみがえらせた神様は、信じる者によみがえりの命、肉体の死を超えて生きる命を与えられたのです。イースターとは死という絶対王者の連勝記録が途絶えた日です。イエス様が絶対王者に初黒星をつけた日です。勝者であるイエス様を信じる者が続々と死に対しての勝利者となり始めた日なのです。私たちは誰一人死に打ち勝つことはできません。しかしイエス様は死に対する勝利宣言をしてくださいました。ヨハネの福音書11章の25節をお読みします。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この言葉通り、イエス様は死んでよみがえられました。そしてイエス様を信じる者はまさに死んでも生きるのです。死に勝利する命、死を超えて続く永遠の命が与えられるのです。イースターの時、教会に集い、この永遠の命を求めてみませんか。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会
協力牧師の水谷清です。愛知県豊田市のあるお寺にはお墓のお墓があり、2万を超える数の墓石が山の中に並べられています。そこには不要となった墓石を引き取り毎月供養しているそうです。近年は先祖代々からのお墓でも管理する家族がおらず、墓じまいをするケースが増えているとのことで、墓石が墓地やお寺から撤去され運ばれてくるのだそうです。その役割を終えると、ある意味お墓も命尽きて死んだことになるのでしょう。私がこのお墓のお墓のことを知って思い起こしたのは、聖書が記すイエス・キリストのよみがえりです。聖書によれば、イエス様は十字架につけられ死なれ墓に葬られました。しかし3日目によみがえり、その墓は空っぽになったことを聖書は記しています。お墓が役割を果たしたのはたったの3日間だけです。これはお墓が3日の命で終わったようなことでしょう。実はイエス様が死んだ後、墓からよみがえられたことは、イエス様が死に打ち勝ったことを意味します。言い換えれば、イエス様は死の力を奪ったのです。死を命なきものとされたのです。死を死に至らしめたのです。そして聖書によれば、イエス様を信じる者も永遠の命をいただいて死に勝利します。イエス様と同じように死んだ後によみがえり、イエス様と共に永遠を生きるのです。そのことをキリスト教の伝道者パウロはこう語っています。新約聖書コリント人への手紙第1の15章55節をお読みします。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。イエス様とイエス様を信じる者のよみがえりによって、もはや死には勝利がないこと、私たちを突き刺す棘もないことを聖書は宣言しています。イエス様を信じるなら、その人は死に勝利できるのです。イエス様を信じる者にとって肉体の死は終わりではなく通過点となります。死は敗北ではなく勝利の第一歩となります。遺骨を納める墓ももはや終着点ではありません。永遠へのスタート地点なのです。キリスト教会は今、イエス様のよみがえりを喜び、イースターをお祝いしています。ぜひ教会に行って、イエス様と出会い、死に勝利して、平安と喜びと希望に満ちた人生を送られることをお勧めします。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。日本には数字の4を避けるなど、死を連想させることを避ける習慣やマナーがあります。日本の文化では死は不吉なもので避けるべきものとされてきました。そこには死に対する恐れがあるのでしょう。ではなぜ人間は死を恐れるんでしょう。一つの理由は、死んだら自分がどこへ行くかわからないことではないでしょうか。死後の行き先が不明であること、それが死を恐れる理由の一つではないでしょうか。拉致監禁という犯罪があります。目隠しをされ、乗り物に押し込まれ、どこへ連れて行かれるか分かりません。行き先には何が待っているのか分かりません。行き先が分からないから、死は私たちにとって拉致監禁に似たような恐怖となるのでしょう。そうした死への恐れは、日々の生活にも暗い影を落とすのではないでしょうか。しかし、もし死後の行き先が決まっているならどうでしょう。しかもそれが最高に良いところであるならどうでしょう。死の不安は消えてゆき、ある意味安心して死を迎えることができるのではないでしょうか。実は聖書によれば、イエス・キリストはご自分を信じる者のために天に場所を用意してくださっているのです。新約聖書ヨハネの福音書14章の2節と3節で、イエス様はこう語っています。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様は、信じる者たちが死後にも
ご自身と共にいられるようにと、住む場所、住まいを備えて迎えに来ると約束されました。死後の住まいは確保済みです。この約束の言葉を信頼するなら、死の不安は消え去っていくのではないでしょうか。日本では死が訪れることをお迎えが来ると言いますが、イエス様は信じる者に永遠の住まいを備えてくださって、やがてお迎えくださいます。今お聞きになっているあなたも、死からよみがえられたイエス様を信じて、死後の住まいを確保していただき、死が暗い影を落とすことのない毎日を送りませんか。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。イエス・キリストは十字架で死なれ、葬られますが、3日目に死からよみがえり、死の力を打ち破られました。それによってイエス様を信じる者に、肉体の死の向こう側にまで生きる永遠の命が与えられました。イースターはそのことを覚えて喜び感謝する時です。では永遠の命をいただいた者は最終的にはどうなるんでしょうか。新約聖書ヨハネの黙示録21章の4節はこう記しています。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからである。イエス様を信じるなら、最終ゴールは神様と共に歩む、死も悲しみも苦しみもない、愛と喜びと平安に満ちた永遠の世界です。永遠を生きるのですから、肉体の死は終わりではなく通過点となります。むしろ永遠の始まりとなります。より良いところに行くのですから、死はもはや絶望ではなく希望へと転じます。死によって手放すものがあっても、それに遥か勝る豊かさが約束されています。そのようにイエス様を信じる者にとって死の意味はどんでん返しとなるのです。以前私が集っていた教会で、一人のクリスチャン女性が余命数ヶ月との宣告を受けました。その方は死を前にして病床から教会の牧師に手紙を書きます。その手紙を読んだ牧師は、礼拝説教の中で本人の承諾を得て手紙の一部を紹介して、永遠の命の希望を語りました。その手紙の文面を私なりの記憶ですが再現してみます。先生、病床で死を前にして自分の葬儀のことをあれこれ考えています。賛美の選曲はどうしよう、お花はどんなのが素敵かしら、どうしたら残された人に良い信仰の証ができるかしら、そう考えていたらもう楽しくて楽しくて仕方ありません。死んだらイエス様のところへ行くのだと思うと、なおさら嬉しくなり、眠れなくなってしまいました。ちょうど子供の頃、遠足に行く前日の嬉しくて眠れなかった時のようです。死を目前にしてこんなに嬉しいなんて変なのですが、本当なのです。あなたもイエス様を信じて、死の意味を大逆転してもらえませんか。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。愛知県春日井市にあります春日井聖書教会協力牧師の水谷清です。イエス・キリストは十字架の上で死なれ、母に葬られ、3日目によみがえられました。そのことによってイエス様を信じる者たちに永遠の命が与えられています。永遠の命は、肉体が死んでからではなく、イエス様を信じた時から与えられる恵みです。クリスチャンはこの地上からすでに永遠を生きているんです。この世が全てではなく、地上の歩みが永遠につながっているとしたらどうでしょう。地上で終わることのないもの、永遠につながるものを大事にするようになります。また永遠を思うときに、この地上の苦しみや悲しみも一時的なものとなり、それらを乗り越えていく力が与えられます。そのように永遠の命は、永遠からの逆算でこの地上を生きる指針、そして力となります。キリスト教の伝道者パウロは、新約聖書コリント人への手紙第1
15章58節でそのことをこう記しています。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。死後によみがえり永遠を生きるのだから、動揺せずにいつも主の技に励みなさいとパウロは勧めます。これは地上で終わることばかりに目を留めず、神様を愛し人を愛する歩みに励むようにとの語りかけです。なぜなら地上で注いだ愛は死後に豊かに報われるからです。またパウロは自分たちの労苦が無駄ではないことを知っていますよねと確認します。神様と人々を愛していこうとすれば、そこには様々な労苦が伴います。しかしその労苦は無駄ではなく、死の向こう側で必ず神様が報いてくださいます。パウロは永遠の世界での豊かな報いを持って神の技に励み、様々な苦しみを乗り越えるように力づけています。どうでしょう、この世で終わるものより永遠まで続くものを大切にしていく人生、永遠を思い、様々な苦しみを一時的なものとして受け止め乗り越えていける人生、永遠からの逆算で歩む確かな人生、そんな人生を歩みたいとは願いませんか。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号770-8691、 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。